はい、皆さんこんにちは。ホリタップスターズ、ターザノードです。そして大川さくらです。ゲーム外に松崎さんまです。ゲーム外じゃない、画面外だ。これ間違えました。ゲーム外ってなんだ。今日はですね、みほよさんから9月28日に配信予定の原神を先行プレイしていきたいと思います。いや、みほよさんといえば崩壊サードの、そう、まあ、3D モデルとかがね、めちゃくちゃ優秀なところです。はあ、オープンワールド RPG、あの 3D 美少女がこうオープンワールドでカッポするところで楽しめるんじゃないかと。なるほど、一番やりたいやつじゃん。はい、ということでプレイしていきますけど、今回は Android 端末でプレイしていきたいと思います。はい、つまり、お前たちは世界の外から漂流してきたのか。かわいい、かわいい、声がもうかわいい。アニメだね。お前たちがそこから離れて次の世界へ行こうとした時、見たこともない神がお前たちの前に現れたと。双子から一人を選んで、こういう感じ、急に来たね。真ん中の子は双子じゃねえか。じゃあこっちにします。すごっ。どうする、これで選んだ方だけやられるんか。いや、選んだ方やられた。選んだ方やられたんだけど。やられた、すごい。俺が選ばなかったばっかりに。あ、待て、どうするつもり。よくも私のお兄ちゃんを。お兄ちゃんは連れ去られた。こうして見知らぬ神が。あ、ドランクで、おお、すごいすごい。これ何、これスマホ。お、え、スマホこんな綺麗になるか。スマホ以外か。 PS4 あと PC もね。ああ、一応、はいはい、なんかそこにあるぞ。ワープポイント。あ、ワープポイントいつでもこれでワープできるんですね、ここに。すごい。あ、オープンワールドなんで。うん、まあ ね、移動が大変だろうからね。ミニ地図にしてかっても停止に行きましょう。うんうん。タップすると地図画面が開けます。トカゲとかがちょこちょこって。結構ね、周りに気になる物体がいっぱいあるんですよ。すげえな。あんな嫌な子がいるんですね。うん。登っていくか。タイモト。あ。登攀には体力を使う。回復には時間が必要だ。結構どこでも登れちゃう、もしかして。結構登れちゃいます。マジ。そこ。ただその体力。あ、登れる。というかそのゲージがね。足りるかどうかみたいな。すごくね。急にクライミングしちゃうの。登れんだけど。もっと道みたいなとこ行けるもん。いきなりクライミング。これショートカットだから。はい、あ、またなんかカエルみたいな飛んでるよね。ほらほら、飛んでる飛んでる。いや、早いよ。カエルしばく。はいはい。あ、なんか、実とかも落ちてるのね。なんか木の実みたいな。早っ。草感とかがね、落ちてるね。すごいっすよね。もう草ですよね。あ、見失った？見失った。あ、いるいる。いるよ。どこ手前、手前の。攻撃することで例えば肉になったりする野生動物もいるし、トカゲとかだと近くまで行って、うんうん、あ、アイテムとして取ると尻尾が取れたりとか、あ、そういう素材をね、ゲットできたりします。ん、おお、すげえ、あ、広い、オープンって感じになってたね。街が見える。ほんとだ。あれが七天神像だぞ。七天神像、風を捕まえる。あ、これがあのチャプターみたいな。はいはいはい。ほら、パイモン。言葉は歌となり。いきなり行くね。いや、落下ダメージとかないから。いや、食らってんじゃないか、やっぱり。あ、ちょっと食らった。ちょっと食らいましたね。あ、でもこっちじゃないって。はい、こっちだよ。つって。さあ、行くよーからの A だ。ほぼ隣じゃねえか。パイモン戻ってきちゃいましたね、ここにね。あ、そういうこと。そう、ここに来て、話して、ほら。やり直してる。あ、結構近かった。近い、見た目より。そのまま泳げるぞ。お、お、泳げるって、うん、星落としの水、泉。おお、泉。おお、泳いだよ。お、お、力をもらえた。何が起きるんでしょう。
ボケなくに。あ、わかった。あ、マップが開けた。マップが、なるほど、うん、あ、これ全然広いんだ。めっちゃ広いね、マジ。全然広いです。多分、まあ、見えてたのが街がモンドってやつなんだ。うん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 。どうだ、この世界の元素を感じたか。どうやらお前は心臓に触れるだけで風の元素力を手に入れられるみたいだな。あ、スライムいる。元素スキル、力をね。元素スキル、扇の左下とかにどんどんリチャージしてるね。あ、あったあった、止まったよ。お、これ何今の、なんか波動みたいな。元素スキルきた。ほら、元素爆発。風と共に去れ。あ、すごい、なんか竜巻が。そう。おー、向こうまで、泉の向こうまで飛んだ。これ今ただの風じゃなくて炎をまとった風なんですよ。なるほど。なったなった。え、あれはこの元素の組み合わせっていうのがこの世界だって。うんうんうん。今のは炎と風かな。へえー。みたいなところで今なんか火の竜巻。そうそうそう。え、すごい。これがまあ本当にいろんな組み合わせあるんですよ。ゲットしたから。食べていい。多分美味しそう。え、でもこれすごくね、このゲーム、ね、なんかもうスマホゲーの域を脱してるんだけど。いや、余裕で超えてるし、うん、それ、そのお花をタップ入れないの。お花光ってるもんね、うん、ほら。あ、スイートフラワー。あ、いろいろね。おお、ゲット出た出た。これなんか絶対使うんだ、なんか素材みたいな感じ。多分こういうパターンで一生多分お花積んでる。いや、そうなんです。だから街に着くまでに。あ、なんかいる、なんかいる、でっかいでっかい。なんかこれ結構いろいろ脱線したくなりますね。そうだね。うん。また新しい子が出てきた。おお。ウサ耳バンドですね、浮かれてますね。友人のご加護があらんこと。誰私はセピロス騎士団の偵察騎士アンバーよ。ほう、あんたモンドの人じゃないよね。身分の証明はできる。よし、これで町に行けるかな。うん。お、え、アンバーを獲得。あ、え、チェンジできる、もしや。あ、チェンジした。うん。あ、この人はあれなんだ、弓で。弓です。撃てるんだ。降りてる。あ、照準モード解除もできる。あ、なんか高さが。今の一発で気づいたかもしれません。はい、元素が違いました、ね、え、え、ジッポンのやつ。こいつは元素、遠い遠い旅の途中で、もう一回ちょっとチャージで撃ってみると何の元素なのか分かるんです。赤い赤い赤い、ちょっと足元見る。火だ。あ、なんか火っぽいな。で、これキャラ変更できるんで、連携がね。家族を背負っ、え、めっちゃ楽しいんだけど。めっちゃね、普通に、うん、なんか思い通りに動く、ちゃんと。いいね。お、お、あ、めっちゃいる、めっちゃいる。あ、今やっぱ行ってこい。ね、ほら、これからやってみたいな。あ、みんな、みんな来た。3体だからね、3体だから。まあ、ちゃんとヘイトがってますね。ね、偉い。でもこうね、近距離になったら。そうそうそう。あ、チェンジしてね。チェンジしてね。これ倒したら倒せます。おーい、なんか開いた。なるほど、楽勝楽勝。おお、てか俺そういえばさっきさ銀の剣だったよ、銀の剣。あ、そうだね、装備変えられるのかな。あ、あるじゃん。装備、おー、装備。あ、強化もできるんだね。へぇ、冒険者の針。ん？あー、これもまた生物。羽。あ、そこに行くんだ。攻撃力プラス8。おお。あ、じゃあ意外となんか素材かと思いきや意外と大事な、大事だね、モンドだね。いよいよモンドに入場できた。初めて。すげえ、いかついな。ちゃんと作り込まれた、うん、おー、え、広ってかでかいな、モンド。最近、みんな風魔竜の剣で頭を悩ませてるからね。大事なんだ。でも、ジンさんがいればジンさん、きっと全てうまくいく。ほう、ジンさん？セピロス騎士団の代理団長。ジンさんがどんな人か気になるしね。そうっすね。代理団長って言ったからね、ジンさんレベルで代理団長だから。代理じゃなかったら、どんな人いるのって話。
一緒に騎士団本部へ行く前にあなたに渡したいものがあるの。なんだろう。さっき一緒にヒルチャールの巣を片付けてくれたお礼だよ。メインのメニューつまんない。あー、なるほど。メインじゃなくて、なんかその、まあ、何個かね、こう出てきてあるんだね。どれを見る。なるほどね。向こうに何か変なものがあるみたい。はい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 。で、これね、向こうが分かるし、ちゃんとほら、光がね、光が出てるのですし、ないみたい。そういうルートを面白いですよ、確かに。道じゃねえんだ。確かに行けるからね。あ、生物に水元素を付着。え、これマジであれなんだね。その本当にそのなんか水の中に入ったら水元素がついてるから。そう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 。すごい。めちゃくちゃリアルっちゃリアルな。そういう感じなんだね。いや、マジですげえこれ。ガチモンのオープンワールドじゃないですか。うん、それでお礼っていうのはね。はい、お礼をもらえるよっていう。じゃーん。風の翼。飛べる？もしかして。え、飛びそう。危険ですので絶対に真似しないでください。そういう時代だね、やっぱね。あ、飛べる飛べる。あ、でもこれなんか雰囲気、上に上がる感じはないの。まあ、滑空に近い感じですよね。グライダーって感じなんだけど、ただもちろんですよ、うん、風がね、吹いてることもあるでしょうよ。まさか。じゃあこれでなんか落下ダメを受けることもなくなりました。確かに。あ、来た来た。え、竜が風を起こし、やばいじゃん。え、てかもう早速やられてるんだよ。あー、え、サクピー、サクピーやられてるよ。サクピーもだ。あ、でも風あるから落下ダメないから翼あるから。風のドラゴンいるよ。え、え、これ。ちょっと待って。来ました。いやいや、いや俺さっき俺レベル300ぐらいの雰囲気みたいに言ったら、もういきなりこいつがボスなの。なんなら。そういうことなんですね。え、どう、あ、なんか撃てる、なんか撃てる、なんか撃てる。あ、なるほどね。ちょっとなんかこう、シューティング的な感じになってるんだ。そうそうそう。あー。いや、これ全然。あ、でも余裕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 。攻撃してこないもんだって。エイム大事だからね。もう半分。え、嘘でしょ。この人たち。この人攻撃してこないよ。あいつ逃げてるから。三分の一ぐらい。が残り。撃退した感じかな。あ、そういう感じか。これはまさかジンさんですか。女流と戦えるほどの力を持っているとは。ガイア先輩だった。ガイア先輩。ガイア先輩めっちゃイケメンなんやね。え、まさか。ジン、焦りすぎよ。ジンさん女の子じゃなかったの。今まで場外でも活動している。でもジンさんいかついおっさんのイメージを感じる。焦る必要はないが。おい、サボるなよ。オイラたちも手を貸すべきだぞ。じゃあ作戦を練るとするか。お、準備した方がいいだって。ほう。あ、キャラ画面やってる。なんだ。あ、ちゃんと装備しなってことね。なるほどね。一旦ね、あ、強化強化強化か。さっき確かに素材あったような。あ、え、あ、なるほど。剣も素材しちゃうんだ。あ、終わった。レベル4 40 7。なんかじゃあいよいよなんかダンジョン的なことなのかな、これ。うん、そこまで。いや、怖いよ、急に。パイモンもびっくりだわ。こいつ急に城の壁をみたいな。一応任務が何個か出ているかもしれないんで、ビッグに。こんな感じで、まあ、いろいろあって、準備が大事。ああ、多分鍛冶屋とかでこう武器をね、どうしようみたいな、うんうんうん、まあ、サブのね、そう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 、クエストみたいな感じがあるわけだ。どんぐらいのデカさなんですかね。ね、のあの、お、お、あ、なるほどね。これ今あのアンバーちゃんと、うんうん、このサクピで2人しかいないもんね。いけますよ。え、でもこれプレイアブルキャラクター結構いっぱいいそうですね。じゃあその、あ、このスターをうねうねを燃やすんですね。あ、なんかダメだ。あ、燃えてる燃えてる。ちょっと削って、あ、でそれでいけなくなってるところがあるんだね。
フルチャージしないと、そう、フルチャージまでいかないと炎がね、エンチャントされるわけですね。キャラクターのレベルアップ用アイテムを使う。燃えてる燃えてる。箱も燃え、樽も燃えてるね。何かと燃やせますか。肉が出た。肉出た。本当だ。獣肉。お、人参出た。鶏肉人参。すごい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 。なんかお料理でとかできそうですね。できます。お、お料理できちゃう。素材いっぱいあるの。お、あ、元素資格。いろんな物体の元素特徴がわかります。なるほどね。あ、それで見れるんだ。そうそうそう。で、まあ、木の草の盾持ってるから盾燃えるよとか。おお、便利。これ大事じゃない。で、これ一回盾を燃やして。うん、でも回ってるんで。あー、ちょっとやめやめやめ。盾燃えた、盾燃えた、あーってなってくる。あ、盾消えた。すげえ。じゃあもうこれもう。ってなったら逆にまたサクピにしてもいいしみたいな。あー、なるほどね。いいね。サクピ。お、近接はね、はい、おー、強い。あ、都心部屋、あ、いっぱいいる、いっぱいいるね。ここであれって、火薬が詰まった樽だよね。なるほど。これだから、アンバーちゃんで燃やしといて、で、サクビチェンジで、おー、強い。風と共にされ、おー、おー、これは最高ですね。これは強い、ね、ファイヤー竜巻。高いね。上に何かあるみたい。なんか死んでもしっかりしてるな。どうやって行くんだ？これ燃やすと飛ぶのかな？ん？あれは炎元素の石碑？強い炎元素で攻撃したら風が発生している。これは、おお、出ました。これで素晴らしい。風の翼を使って飛んでいく。これあの、あ、危ない危ない。これやっぱ最初のさ、神殿だから結構このシンプルなギミックだけど、これはかなり謎解きとかもいろいろありそうですね。やりごたえある。風で壊すの。あ、壊した壊した。疲れた。でもこれで少しはじいさんの役に立てたと思う。ミッションクリアかな。以前なら。お、宝箱、良さげな宝箱出てるよ。良さ高、豪華な宝箱。お、お、お、弓持ってない。弓ゲットしましたね、アンバーちゃんの装備が。もうないんじゃないの。もう隠しない。隠しない？隠し。でも壁と、なんかが阻まれそうだけど。すごくない？いけそうじゃない？いけるけど、戻ってこれないやつでしょ。いや、奥あんのこれ。あ、いけるここまであんのすごいな。でもいや、そうだな、確かに。いけ。しかも、さらに奥まで行こうとしてるし。手前だよ。スタミナあるから、スタミナ。あ、でもいけそうだな。多分、まあ、結果落ちて戻ってこなきゃいけないみたいな。ギリギリ、ギリギリ。おお、いったはい、ということで、9月28日に配信される原神をね、すぐですよ。プレイしていただきましたけど、うん、どうでした、はい、お二人。これはやばいわ。何でもできちゃう。何でもできちゃう、ね、いやだって全然気になるもん。俺あと2つの神殿行っていれば。俺1日4時間はこの世界にいたいわ。あとはやっぱこういろんなキャラ使いたくなりますね。確かにね、うんうん、でもお高いんでしょ。無料。え、マジっすか。無料。無料ってただってことでしょ。いや、これはちょっと楽しみだわ。はい、ということで、気になる方はぜひチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。